どうもお世話になります。 FJ ファクトリーの藤田です。4月の半ばになりまして、暖かくなってきましたね。そんな感じで似合うお車を、今から紹介したいと思いますので、本日もどうぞよろしくお願いします。まずこのお車なんですけれども、フィアット 500C の、マイナーチェンジモデルですね。で、年式でいうと平成29年式2017年モデルですね。で、走行距離はなんと5000キロ見つけましたで、もうすぐに次の方が手を挙げてくださりまして、岐阜の方にこの車の運びになってます。でも作業内容としましては、ミッションオイル、エンジンオイル、ブレーキの清掃だったり、あとフィルター関係交換させていただいて、ご納車かなっていう感じなんですけれども、オーナー様の、センスの光るお車になりましたんで、皆さんにご紹介したいと思います。まあ、ボディはもうまず磨き上げやね。キャンキャンに磨き上げ、こまっちゃんが今回作業しました。これでもかーいうぐらい磨いたおしゃれやね。いいよねめっちゃ欲しい、めっちゃ欲しい。やっぱり 500C はいいよね。キャンパストップ、もうテンション上がるよこんな。で、そんなお車なんですけれども、まずボディ見ていく。ボディの方から、まあ、フェンダーバッチの取り付けですね。ホイールの方が、クレムソンのディーンのクロスカントリー、ディーンのクロスカントリーで、タイヤの方がうち地味におすすめしてる、ももさんのステアリングのメーカーももの、M2、M20 っていうタイヤをちょっとインストールさせていただきました。で、まあ、サイズは18555の R15 ですね。で、スプリングの方を少しだけ下げてほしいということで、アストさんのダウンサススプリングをお取り付けさせていただきました。うちでもよく取り付けさせていただいてるスプリングになってます。で、下からフェンダーアーチ60ぐらいです。まあ、指が指2本3本がきついぐらい、指2本で5センチぐらい、指2本って何センチ、指2本 4.5 センチ、うん、3本入らへんけど2本ぐらいっていう感じですね。で、リアの方が、あ、リアも大体60ぐらいですね。麻生さんのいい感じにダウンした感じです。あ、でもホイールがなっとるんか、ホイールなっとるからちょっと重量変わってくるな。まあ、少しちょっと、まあ、60、1センチも上がらへんかな。まあ、ちょっと純正のホイールが乗っとるんで、ちょっとだけ重たいですけど、まあ、だいたい60、61センチ、それぐらいになってますね。あー、かっこいいな。かっこいいですね。ステアリングはナルディです。で、シフトノブもナルディです。ナルディ、ナルディでかっこいいわ。ナルディステアリング、テンション上がるよね。この持ち感もいいしさ、やっぱし本物はしっかりしてるわ。で、ホーンもちゃんとなるようにして、エアバッグキャンセルがつけさせていただいて、シフトノブ変えておしゃれな感じになりましたね。室内がすごいなんかセンス光ると思う。はい、こちらが、岐阜の方に納車するフィアット 500C でした。はい、続きましては、フィアット500ツインエア、グレードがパンナですね。平成25年式、2013年モデルですね。見てください、このもう見るからにも目を引くようなこのベージュのパンナちゃんでございます。ラウンジグレードになってますんで、ガラスルーフで、ちなみにこれチルとしてスライドしますね。チルともしますし、スライドしてオープンになります。ここに1個パネルがついてたらオープンするモデルです。タイヤの方が、今回オーナー様の方がちょっと雪踏んねんけど、そんなにもうでもな、冬タイヤってほどじゃないねんけどなっていうので、オールシーズンタイヤを一回履いてみようということで、オールシーズンタイヤを取り付けさせていただきました。で、タイヤのメーカーがダンロップさん、ダンロップさんのオールシーズン AS 版っていうタイヤですね。で、こちらの方を一度お取り付けして、まあ、これ僕も何回か乗ったりはめたりしたことあるんですけど、そこまでうるさくなかったですね。ロードノイズもううるさいやつもめちゃくちゃうるさいんですけど、まだこれまだマシやったんです。ロードノイズちょっとパターン的にロードノイズしそうやなっていう
パターンなんですけど、まだマシでした、まあ、ゴムが結構柔らかいからかなって思うんですけど、まあ、タイヤパターンこんな感じですね。あの、あれにちょっと近いね、うちのおすすめのスタッドレスタイヤ、ね、何でしたっけ。ノキアやばいな、ノキア、ノキアのタイヤにちょっと似てるかな。こういうやつがやっぱよう効くんやんな、冬場は。非常にあの理にかなった商品やと思うんですんで、やっぱりちょっと雪が少しだけあるところとか、スタッドレスタイヤつけんのどうなんっていう方には非常に良いのかなと思います、はい、で、室内の方は、このエンブレム、大人のフラウさんのシートがついてますね。可愛らしい茶色のコンビシートですね。質感は非常にいい。見せてあげよう。いくよ。これでチルト。いいね。で、開けます。意外と早いね、これ開くの。で、閉めます。OK。いいね。絶対壊れんなよ。グリスつけたぞ、ちゃんと。ほら、結構あれやろ、おっと思うやろ。意外ともうガラスが、ほんまにガラスだけ動く感じやで、ほんまにな。この辺ちょっとあの綺麗にして、あとグリスもうちょっとだけつけて、面を込めてお納車したいなと思ってます。これも壊れたら大変大変やから、これあんまり 500cc より少ないと思う。このオープンバージョンな。もうカウルトップとかちょっとね置いとっただけで、今この時期もこんななるっていうぐらい、もうすごい、花粉と黄砂がえらいことになってるね。でカウルトップも白濁してると、汚いね。ちょっと見栄えが悪いかな。いや、いいシートやからさ、ちょっとどうしてもここが気になるよね。で、ダッシュボードも、あら、やだ、ちょっとあんまり良くないよね、こういうのね。どうしてもこれなんねんな、シリーズ3な、ほんまに。もういつも考えどころやば。これなる原因言うたら、やっぱお日さんのお熱やね。やっぱお日さんの熱で施設内が温まってダッシュボードが膨れてくると。で、膨れてきたらやっぱりどうしてもここはエアバッグがついてて、もうめちゃくちゃ弱く作りまくってるんで、ちょっと見栄えが悪いんで、ここちょっと簡易的に補修したいなと思ってます。ちょっと見ていただいてもいいでしょうか。あのうちで仕入れさせていただいたお車です。あのこんなありますねっていう動画じゃなくて、僕どっちかというとフィアット500でこんな色とかこういうグレードがあるんだとか、こういう仕様がいいよねっていうのを皆さんにあのご紹介したいなと思うんですけれども、この車なんですが、フィアット500 1.2 の、マイナーチェンジモデルですね、シリーズ4になります。で、カラーは見ていただいた通りのミントグリーン。だからシリーズ3とかでメントルザータとかメンティーナと同じカラーですね。復刻版カラーをちょこちょこと出してくれて、もう爆発的に売れた感じだったかな。僕もめっちゃこの色好きなんですけど、皆さんいかがでしょうか。だから僕フィアットの場合、こういう色付きの車って言うんですけど、色付きの車はフィアットのレイハルにやったらぜひともおすすめしたいなっていうカラーなんですけど、こんな色人生何回乗れるかって言われたらまあないと思います。見てください、もうこのシート、フィアット500の 1.2 のこのシート、俺これのシートめっちゃ好きやねんけどな。おしゃれやねん。足屋の女子大生のスカートのみたいな色してたろ。後ろもめっちゃ可愛いね。後ろももっと可愛いよ。ほら見てみ、あれが可愛い。あらやだ、後ろもね、可愛いでしょ。そんなに大きく傷んでるところもなくて、前のオーナーさん綺麗に乗ってはったな。で、ちょっとバンパーとかちょっとメッキ調にちょっと前のオーナーさんしてはんねん。これは普通黒やねんな、ポップの場合は。で、お高いマフラーカッターついてる、オーバルのな。
で、今冬タイヤハマっとるんですけど、この夏タイヤに、入れ替えしようかなと思うんですけども、どうせ販売するんであれば夏タイヤはさらに捨てる方がやっぱり見栄えもいいんで、でうちの前働いてくれてた鳥ちゃんっていう男の子がうちである程度整備勉強して、次タイヤ関係の会社で番頭みたいな形でちょっとやりたいということで、うちを退社してタイヤ屋さんで仕事しとるんですけど、小田さんちょっとこれ意外とこのタイヤええでって言って紹介してもらったタイヤなんですけど、ロードストーン、そんなめちゃくちゃ最高じゃないけど、でお値段以上ニトリやでって言われたから一回ちょっと買ってみるわって言って買ってみたタイヤ、まあ、ちょっと中国製ですわ。で、これのロードストーンの親のメーカーがネクセン、だからフィアットの純正タイヤがネクセンなんですよ今確か。コンチネンタルにまた変わったのかな、一時ネクセンやったんですよ。まあ同じ、まあほぼ同じ工場で作ってるタイヤなんで、ちょっとこれちょっと一回はめてちょっと試走してみたいなっていう。もう本当安いんですよこれ、まあネットで調べていただいたら分かると思うんですけど、えっていうぐらいの値段でまあこれで、ね、ロードノイズすごいとかなんかもうタイヤフラフラすんねんけどっていうことがなければ、まあこれでもいいんじゃないかなって思うんですけどね。タイヤは減ってなくなりますからね、なくならないタイヤやったらすごくいいタイヤつけたいですよね。でも1トンぐらいの小さい車やったらそこまでいいタイヤつけなくていいんじゃないかなって思う今日この頃、皆様どうお考えでしょうか。またご参考になればいいと思いますんで、ちょっとこれに変えてみたいと思います。今からな、このシートをこういう縁がすごくちょっと痛みが出とるから、これをきれいに補修してもらいます。僕じゃないけどね。あとダッシュボードの割れをきれいにしてもらいます。意外と盲点な高級用タイヤついてるの珍しくない？珍しいね、最近の車でな。今はパンク修理キットっていうのがあるんだけど、こういうとこならちゃんと空気入れとかんと、もしタイヤパンクしたってなって高級用タイヤつけるときに空気減っとったらイーってなるからなここはもう絶対せんのだよね。これで工具も揃ってんな。時々工具ないやつあるからな、入れてあげなあかんな。緩かったらこれガタガタガタっていうか、こここういうとこな。質感も同じような質感で塗装してくれたからなんか古い感じせえへんやろ。ちょっとだけどうしてもシワ残っちゃうねんけど、まあシワはご愛嬌よな、かわしい人のチョコレート感うまいこと出してくれると思うな。でダッシュボードも取り急ぎ、まあこのエアバッグの部分の修理はめちゃくちゃ賛否両論あると思う。ほんま言うたらこれ変えたらええよ、ダッシュボード割れたら変えないといけないんだけど、やっぱりねこうお金が予算かかるから、まあできる限りちょっと分からんようにしてって言われたらこんな感じになるしね。あんまり強いボンドで止められへんからエアバッグでこう破裂して、これを修理した後破裂させたことないねんけど、まあ、このぐらいの弱い感じでこう止めないと今度エアバッグが開かないというわけのわからんことになったらあかんので、ほんと優しく止めてある。でまたこれ割れてくるかもしれへん。まあでも、まあ、納得いく仕上がりやね。ちょっとこれね、カウルトップといつも油塗るんやけど、今回は塗装ワイパーアームを塗装する、これカウルトップパネルって言います。
はい、これでパンナちゃんが、岡山の方に、嫁ぐ準備が終盤に差し掛かってきました。あとはテスト走行して問題なければこのまま岡山の方で元気よく走ってくれます。あ、寂しいね。以上になります。こちらの方は、タイヤの方を装着させていただきました。これから試走したいと思います。まあこのタイヤなんですけれども、まあ、ロードストーンさんの175-6514ですね。タイヤのパターン見てちょうだい。タイヤのパターン、三木工場からこっちに持ってきたんやけど、まああのパターン的にはあのまた珍しいような感じのパターンやねんけど、なんかロードストーンしそうな気もせんでもないけどっていう、まあ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 そんな変じゃないと思いますよ。変じゃないですよ、全然。ちょっと安いから楽しみ。行こうか。どっち行く？山岳コース行こうか。山岳コース。本日はこの動画をご覧いただきありがとうございました。また今後とも FJ ファクトリーをどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。